白い服の男は星新一の短編 SF 小説。書質は SF マガジン1968年9月号。世界大戦後の世界。白い制服を着用する主人公の男は特殊警察機構89,605文書の所長で今日も職務に励んでいた。特殊警察機構とは長方期的存在で無差別盗聴や密告を駆使し市民を監視していた。 しかし、凶悪犯罪の証拠を掴んでも無視し、一般警察が担当する仕事には一切口出ししなかった。彼らが取り締まる対象は、ただ一つ、背だけだった。特殊警察に捕らえられた者は、拷問により取り調べられた後、広場で人類の敵として公開処刑される。この時代でも当然許されざる行いだが、背に関しては別だった。管轄下の閉鎖図書館では、 過去の文献、情報の書き換えや、焼却を行い、さらに古戦場や、定石の遺物を処分し、存在理由を絶造するなど、徹底して、せ、つまり、戦争に関する証拠の抹消を図っていた。通報を受け、新たな事案に向かう主人公は、己の白い制服を見やり、誇らしげに地球を救う意師になぞらえるのだった。平和を維持するために、 戦争という概念そのものの抹消を図り、その概念に触れただけで徹底的に弾圧されるという世界を描いている。この考え方は星の記した、エッセイ、平和学にまたと述べてられている。1968年に早川書房から刊行された午後の恐竜および1974年に午後の恐竜を分冊して文庫化した白い服の男に収録されている。 1977年には、早川文庫版と同じ内容でとして新潮社から、新潮文庫版の白い服の男が刊行された。ありがとうございます。